スリアの独り言は、日常芝居のレベルが高いのですが、第四話では全三話を凌駕していました。前編にわたってよくできています。ここではいくつかを紹介します。リファヒが子供の手に愛おしく触れます。壊れそうなほど小さな手をそっと触ると、赤ちゃんも無意識に反応して、お母さんの指を握ります。 この1カットだけで、リファヒが子供をいかに愛していたかを物語っています元気になったリファヒが疲れ切って眠るマオマオの髪を優しく撫でていたのは二度と叶わない夢を思いながらだったのかもしれませんアニメーションにおいてアニメーターは絵の役者声優は声の役者ですアニメーターもキャラクターの心情に沿って演技をします人間の体の動きをよく観察しそれを絵に書き起こしているということです 第4話の絵コンテ演出は千奈さん作画監督はマーアンさんでした特筆すべき点はたった7人で原画を全カット描いたことです第2原画も全て自分たちで現在のアニメ制作ではスケジュールの都合でレイアウトおよびラフ原画を描く人とラフ原画を清書して完成させる人が分かれていますいいフィルムを作るために多くの人たちが頑張ったという証です